でもあの時に僕はあの森さんがやっぱりこの人勝負師だなと思ったのは、最後までミーティングしなかったっていうね。そうだった？しなかった。あのそれまで 3連敗するまでは毎日2時間以上とかやってたんです。長いミーティング、はい、でも競輪場のあれ教習会とかで、そう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 、ご飯だけ美味しいですよね。ご飯は美味しかったね。ミーティングしなかった？しなかったのよ。でそのまでは2時間以上やってて、でもこのカウントこの時はこの球種が多いだとか、はい、この選手はこういうところをよく飛ぶとか、うん、ものすごく細かい役やってたんだけど、うん、3連敗した時にもうミーティングしないから野手だけ選手だけでやってくれって言って、うん、まあ、はっちゃん囚人に、うん、あの東尾さんとかみんなでもう負けるから、うん、負けたらゴルフしようっていう話になった。さすがパリーグですね。いやいや、そこですかね、瀬戸パンの違いっていうけど、 その、うん、そういう開き直りの精神が開き直ったら強かったよ、ね、うんうん、開き直ってから、だからそれで4連勝したんだ、うんうん、覚えてない？いや、そのミーティングの内容をゴルフしようなんて、そんな藤田のことも言ったわけじゃないな。いやいや、絶対言った。僕もうすごいこと言うなと思ってるから覚えてるんだから。確かに僕、1軍に1年目途中から上げてもらったんですね、うん、オールスター明けから、うん、その時にトンビさんがいろんなゴルフ場に予約を入れてるのは聞いてました。シーズン中に、はい、もうその頃はバブルでゴルフ場取れないから今から取んなきゃできないんだっつって、武蔵ヶ丘とか、やっぱりゴルフ好きだったんですね。トンビさんも好きだったね。あともう一つ覚えてるのは、あの西武球場で優勝が決まって、うん、ビールかけして、はい、でまあ、あのインタビュー受けて、その後に六本木集合っていうのがあったよね。ありました、ありました、はい、で夜中の1時半集合だから。あ、そうですね、あれ1時半集合だったでしょ、まあ、だってもし所沢いるんだったら優勝ね、うん、胴上げして記者会見やってビールかけやってシャワー浴びていくわけですからね。で1時半に、はい、あの何だったっけ、あの六本木のなんとかっていうところにいました。そんなでした。いや違う違う、まあ、忘れましたけど、うん、そこへ1時半に集合して、それで気がついたら2次会とか3次会とかになってて、大元、うん、と僕しかいなかったの。もうみんな帰ったんだろうね。あれ帰りましたよ、そら次の日も試合だったからね。試合でしたか。試合だったのよ。それであのもう森さんが、あ、次の日はもうあのゲーム出ないでいいから、うんうんうん、あのゲーム前の練習で汗だけ流しなさいっていうのを言われてたから。あ、ペナントレースの優勝ですね。そう、ペナントレース優勝ね、はい、か今デーブもごめん、あ、日本シリーズじゃなくてこっちになっちゃったんですね。ペナントレースね。まあ、あの自由気ままにお話しされる方ですから、はい、それでちょっとこっちがついてくるよ。頼むよ。あ、わかりました。それで、もう家に着いたら本当朝で、うん、で、あの大元に送ってもらった、うんうん、それで、ちょっとうたた寝してたらもう遅れちゃってね、うん、それは覚えてる。来てないぞみたいな。タオさん来てないぞみたいな。来てなかったのよ。で着いたらもうゲーム前の練習全部終わってて、ね、奥さんは一緒にだって単身でいたけど、うちの女房は次の日どんな予定か知らない、うん、じゃあ、ね、休みで寝ちゃってんだぐらい思ったんですかね。かもね、まあ、ロックンローラーですからね。いやいやいや、それシャウトしてたんですよ。その当時は違うでしょ。急に着いてはっちゃんにね、まっちゃんにお前冷たいよな、お前電話ぐらいしてくれよって言ったら、いや、タオさんもしかしたらどっか行ってるかもわからないから気遣いましたみたいな。そういうのはね、ほらほら、いろいろもんがあるからな、気遣うのね。やらないと、まあ、パリーグはやるもんですから、そういうパリーグはもうイケイケですから。記事になりませんので。それがありました。それと、その後、あの86年はあの清原が入ってきてね。来たね、鳴り物入りで。あれ1年目から31本ホームラン打って3割超えたんだもんね。そう、すごかった。どうでしたか。いやだって甲子園であれだけね、ホームラン量産して入ってきて、うん、巨人ドラフトを指名されなくて、うん、涙の会見をして、うん、そうだよ、なんかそれなりの意地はあって、まあ彼自身も多分大変だったと思いますよ、注目されて。まあね、うん、なんか希望しない球団に来てしまってどうすんだみたいな。でもあの当時細かったよ。細かった。でしたよ。中距離とか球が一番速かったんですか。いや、走らせても速かったよ、うん、あの短距離もね、うんうん、で僕はね、清原で一番びっくりしたのは、うん、コントロールの精度が素晴らしいという。あ、こっちの、はい、キャッチボールで必ず牽制もらってピッチャーに返すじゃないですか、うん、あいつ必ずピッチャーの方に返す。おお、すごい、はい、これはあの素晴らしいなと、うん、でバッティングもそうだけど、守備もなかなかなかったですね、ワンワン、うん、だから打つこと、守ること、投げることは、うん、まあまあ、うん、
上手だったんですよ。トータル的な技術的な高いレベルの選手でしたよ。そう、うん、あのキャンプの時にね、あの僕は YouTube で喋ってるんだけど、森さんに呼ばれて、うん、あの清原サード説っていう、はいはいはい、それは知ってる？そういう話があったっていうのは、いやそれは聞いたことない。それは聞いたことない。僕呼ばれてねそれであの秋山の守備がどう思うとか、うん、山なりのボールが多いとかね、うんうんうん、秋山はまずちょっとけなしながらね、あ某森監督がですね、森さんがね、それであの2人だもん、某森監督某森監督ってイニシャルで言ってもらえば大丈夫なんですか、うん、それで某 M 森監督がねあので聞いてたら秋山センター、僕ファーストで清原サードっていうね、はい、そういうのをどう思うかって俺に聞かれてます。はい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 、デーブさん、おいおいおい、先輩に対してお前大丈夫かこれ、大丈夫かこれ、本当こんなもんですよ。それでね、うん、それであの意見を聞かれたから、はい、いやあの清原は高校でスーパースターだけど一番得意なポジションはファーストだから、うん、一回ファーストやらせてみて、うん、それであこの守備ならサードやれるっていうところで判断したらいいんじゃないですかと、うん、最初から3つのポジションで、ね、冒険するよりは1つのポジション冒険した方がいいんじゃないですかって僕言ったの、うんうん、それから森さん俺にすごい厳しくなったのよ。聞いときながらですね、聞いときながらあのそういうとこあるんですよ。あるんでしょ、もう一つ僕とね、うん、秋山と田辺のつながりを言うとですね、サード秋山だったんですよ、はい、で秋山に対してはいや石毛が膝痛めたんで、はい、ちょっと動きができないサード行きたいって言うと、誰が、石毛がサード行きたい、うん、森監督が秋山にそう伝えるんですよ、うん、分かりました、じゃあ僕は足生かしてセンター行きますかっていう言いましたんです。なるほど、うん、今度僕のところ来て、うん、いや秋山がさって足を生かして外野行きたいって言うんだけどそういうことか、サードどうしようかって、じゃあ俺行きますよって、じゃショートどうしようか、ショートも田辺いいんじゃないですか、サードもうそろそろ田辺ですかって、うんうん、そういったところでこう、あ選手たちが本人がそう言ってるから、あそうか、でそれを意を組まないでそう言うから嫌われるんです。組んでないね乗ってあげなかったってことですね、上手に。あそれいいですねって言えばよかったのね。そうですね、意見になっちゃったんですねそこが下手なんだわ、まあまあできないですからね。いやでも田尾先輩のその時のジャッジメントは楽しかったんですよ。結局サード1回目とかその後もレギュラーでやってないもんね、ペナントレースのサードはないです ね日本シリーズのサードはちょっとやったけど1試合2試合の話で、はいはいはい、結局ファーストで終わっちゃったもんね、うん、間違ってはないと自分でも思ってるの、うん、僕は正しいと思いますよ、ね、はい、まして琉球にいきなりサードはしんどい話で、いや、まあ、だから森監督の中ではやっぱり、うん、あの ON、うん、みたいにこうやっぱり特にサード長島っていうのがイメージがあって、うんうん、だ清原をそういうスターにしたかったんじゃないの、うん、それ根本さんみたいですけどね。あそう、はい、背番号3と1で、うん、あなるほど、で2人が内野やってるっていうか、まあ、3番4番でファーストとサードみたいな、あのあったみたいですよ。そうかそうか、で清原ファースト秋山サードサードでよかったみたいですよ ね、うん、ね、はい、要はいやだからあのこうするからお前あのこうしてくれって言えばはいって言うじゃん、はあ、そこは素直なんだよ、嫌ですなんて絶対言わないから、ね、だから意見を聞かれるからね、そうですね、言っちゃうんです、あれが大人の世界なのかな、まあ、いや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 でもそれは何度も言いますが、タモさんのジャッジメントは僕は楽しい、ありがとうございます、はいはい、タモさんも66になったんですか、7になった、7ですよね、もう気がつかないまま90になると思うんですよそういう失礼ですけど、それはそれでいいですよ、幸せですよね、最高、見てて、見てて本当に幸せそうですもん、いや楽しいもん、はい、ね、だからその当時のまあ清原、うん、あスタメンじゃなかった、最初スタメンじゃなかったね、何回戦かなんかで、そうだ、2戦目かなんか開幕戦の途中から出たんですよね、うん、でもすぐポジション取ったもんね、ホームラン打っちゃったんですよ、開幕戦で、ちょうど片平さんもいた、新作されましたよ、ファーストで、うん、はい、うん、あとスティーブもいた、あ、はいはいはい、スティーブ・オン・ティブラス、あ、はいはい、うん、そういうのがいましたしね、うん、まあ、そんなことがありましたね、うん